学校に行かれたとそうですねお金は一切もらわずってことお金は一切家からもらわないで、はあうん、全部自力でそうなんですか、うん、でそういう暮らしをしながらも地球物理学の竹内さんに学びたいと東大の理科一類に合格それも驚いたんですけどさらにその東大でそこにいたいと思わずになんと資源工学が進んでいるという山口大学に移籍をすると。うん 思うとすぐ行動するってことなんですかうんいやそれなりに人権にいろいろ悩んだ上ですよあ悩んではいるんです <laughs> 表向きはそうなりますけどもいろいろと悩んで大学入った頃は、まあ、大学紛争のまだまだずっと余波が残ってて本当にこんなことをしていいんだろうかみたいなもう悶々とした 高校の時からずっとですけどねそういう思いの中でいろんな判断をせざるを得なかったというか判断をしたという結果ですよねはい。うん、でもその山口大学行って落ち着くかと思えば、うん、そこも休学して欧米をさまよったという経歴を拝見しました<笑><笑>、うん、まあ、やっぱりあの今でいうキャリアパスでしょうかね本当にその大学紛争共産主義だ社会主義だ民主主義だまあ、いろんなことが頭の中でごちゃごちゃある中で 自分が本当にどういうふうにして人生生きていくんだろうかっていうことをもう高校の時からずっとやっぱり悩まされるまあそういう時代だったんだと思いますよねはいまあその中での一つの判断ということだと思いますはい海外をさまよったことは自分の中でどんな変化をもたらしたんですかまあさまよったっていうかまあいろんなことを僕はさまよったと思ってないんですがはいいろんなことをしていく中で要するに自分のことは自分で決めなきゃいけないなとか うん、それから今全てを決める必要がないよねうん。が折に応じて変化をすればいいんだみたいなことは海外にいる時に腹が決まりましたね。人生なんとかなるぞととか、まあ、なんとかななんるし、まあ、折々にその時に一番その未来のことをいつも未来のことは考えてても折々の判断って違ってくるんだということはなんとなく体感しましたね。で山口大大学学に戻って大学院までで進んで そして就職をされると、はい、これが、えー、大手の内装水回りメーカーだったと、うん、なぜそこなんですかあのちょうどオイルショックの直後で前の年ほとんど就職がゼロの年ですねだから非常に厳しい就職の時期だったんですけどもそれに加えて当然お金がない貧乏学生だったんで旅費を出してくれる会社 できたらお昼ご飯も食わしてくれる会社 <laughs>、はい、そこを受けようと思ったらそこしかなかったとあなるほど <laughs> 交通費とお弁当代に引かれてそ,それに移られてそういう会社はあまりなくてここに行かれたとそう,、はい、そうなんですかその会社でも新しい分野を作ったりして活躍されて25年間勤められたというふうにお聞きしましたけれど、うん、仕事は面白かったんですか面白かったですねとにかく毎日朝起きたら 会社に行くのが楽しくて仕方なかった。25年間ほとんどずっと続きました。はあまあ、途中経営企画にどうしても行かなきゃいけなくて、会社の大会、学校やるのに、まあ。その期間を除いては、本当楽しかったですね。そうなんですか。うん、あの、運、う、賃、ん、とお弁当で、うん、そこに入ったのに、結果的には良かったてってことなんですか。結果は肌に合ってたのかもしれません。<laughs> そうかもしれませんね。はい、何がいいか分からないもんですけれど。<laughs> そこをまた 51歳でと伺いましたけど辞められて東北大学に行かれてますかね、はいえー、っと会社の時にその後半ですね環境戦略と技術戦略のの両方の責任者だったんですで環境戦戦略略と技術戦略っていうのはその当時の言葉でいくと環境と経済の両立しなきゃいけないところが環境というのは守る方それからその経済というのは稼ぐ方それがどうしても一致しないんですね。うん まいくら本を読んでもいろんな人にインタビューしてもどうしても一致しない。ということはその工業立国の日本って言いながら資源もエネルギーもないこの国が環境と経済が両立しなかったら工業って存在しなくなるんではないのか。でそれはまたあの随分悩みまして、まあ、本当にそれを真剣に考えて環境と経済が両立するような新しい概念のものづくりっていうのを考えようとするとまあゼロベースで考えるしかないよね。まあそういうことで東北大学試験を受けて ししました試験を受けたというのは学生と違うのでああ先生の試験公募、ね、<laughs> があったんで、ええまあ、助教授の公募だったんですけどもまあ何でもいいやと思って試験を受けたら助教教授授じゃなくててで採用しいいただいただ、はい、普通そこで安泰かと思ったら今度は定年を前に辞められて。うん 沖の島で自分の研究を実践としてやってみよう、うん、ということだと聞いたんですけど、うん、移住してしててまれれたたたここは思い切っっととをななさるる方だなとびっくりしてるんですが2、うん、あの二つ理由がありまして1つは1つ研究やろうと思ったら今までの経験でやっぱり10年ぐらいは時間がかかるで定年の65までいると75までっていうのはきっと気力続かないのかなっていうのが1つ。 それからもう一つは、まあ、あの10年間で環境と経済が両立するような新しい概念っていうのはおぼろげながら見えてきてたんで、まあ、それをどっかで実践してみたいな、うん、で本当は東日本大震災の後何にも失った東北でやりたかったんですけどもそこはもう何て言いますかね利権の絡む世界っていうかもうドロドロしてる世界でとてもここではその研究はやらせてくれても実践はやらせてもらえない。 というのがもう明らかになっちゃったんで、本当にある部分も々としてました。で、その時ちょうどその前の年と2年かけて沖永良部島の調査をやった時に、実は沖永良部島って、日本の文化って44ぐらいの要素に置かれるんですけども、そのうちの30個が島にあったんだということが分かっちゃったんですね。で、僕はなんで沖永良部島にずっと惹かれて通ってるのか というのは実はそこにあったんだろうということにやっと今頃になってその頃になって気がついて、うん、だったら僕がそこで学ばしてもらうこととから自分が今まで研究してきたことを社会実装する両方のことができるんじゃないのかなと思って移住を決めたそんな感じでです44の文化って何ですか、うん、とまあ90歳ヒアリングっていうのをずっとやってきたんですけども、はい、戦前政治になってから1960年代にちょうど40代の その日本が高度経済成長の準備ができた頃40代の働き盛りの人っていうのは今ちょうど90歳なんです。で、そういう人たちは厳しい制約の中で生まれて育ってで40代の高度経済成長の頃にあの豊かさっていう概念を知ってるんですよね。だから制約の中の豊かさっていうのを知ってる人たちなんです。で、そういう人たちから今述べて620人文字にして1800万字のヒアリング結果を全部分析していくと まあ全て住んでるわけじゃないんですけども日本のの文化要請ってのは44ぐらいある例えば自然と暮らすだとか助け合う喜びだとかお金を使わない交流だとか、うん、ちょっとしたあの些細な感動だとか、うん、まあそういうキーワードが44ぐらい。 になっちゃうんですすね、集約する。幸せじゃなくて日本の文化を作っった要素だと思っていいです。根底に流れている生き様自然に生かされていることを知って自然を生かして自然をいなすというそういう非常に大きな土台があるんですけどもその上に日本人っていうアニミズム型の社会を作ったわけですけどもその自然と共同体子という関係がその44の要素に集約をされていると。うん だから僕はまあ失ってはいけない要素って昔は言ってたんですけども、今も明らかにそれは日本の文化を作ってきた44の要素っていうふうに表現してるんですけども、うん、そのうちの30個が沖縄部島にあった。44分の30って多いですね。ものすごく多いです。ものすごく多いんですよ。ものすごい小さな島です。小さな島です。1万3000人ぐらいしかいない島なんですけども、うん、僕は45歳の時からもうすでに20数年間関わってるんですが。 なんでその45ぐらいの時から毎年毎年通ってのかっていう理由がやっと2012年13年の調査で初めて分かった <laughs> それまでお酒がうまくって人が良くって自然が豊かでそう固く信じてたんですけどもそれよりもっとすごいものがあったであればその中で自分自身が学ばせていただくし自分が学んだことをその44分の30をもっと現代風に今の社会に適合するようにアレンジし直す。 うん、というのが社会実装になるんですけども、うん、でそうやって、あの新しい形の持続可能な社会のまあ模範を作ってみたいなと思ったのが理由です。と、沖永良部島で理想の生き方、うん、日本人のモデルライフスタイルを作りたいということですか、うん。そうですね。まあ、あの、そういうライフスタイルそのものが持続可能な社会に求められる暮らし方の形なんで、うん、まあおっしゃる通りなんですけども、明らかにターゲットはその持続可能性のある社会、うん、持続できる社会ということです。 はあ沖のエラブ島がどういう暮らしをしているかもちょっと見えてはいないんですけどね、うん、まずそれでされようと思ったのはどういうことなんですかあの自分が学ぶのがまず一番ですよね、うん、あのエラブはまだコミュニティものすごくしっかりしてるから子どもたちも小学生たちも知らない人を見たら必ず挨拶をするうんからお金を返さないえお金を返して何かをするんではなくって、はい、コミュニティ同士顔と顔でそのいろんな仕事が行ったり来たり 物も行ったり来たりり来する助け合い社会ってことですか助け合いっていうよりももっとそれが当たり前の助け合うななんてて概念じゃく例えばね長屋の隣にお醤油借りに行くような文化ってことですかそ,うです、うん、それが例えば僕はもう本当に移住して45年間どうしてもうまくいかなかったんですけども例えば人にトラクター借りるまあ僕たちの常識だったら満タンにして返すみたいな。 あるいはちょっとお金をつけて返すみたいなところですけども、勝手に使っていいよと使ってまた戻すだけ。何にも、あの、燃料も入れない。でもうちのものをまたチェーンソー貸してって借りに来て、そのまま戻してくる。で、そういうことが全くお金を返さないで、借りたいよ、ありがとうね、貸したよ、ありがとうね。もうそれだけで進んでいく。で、それはまあコミュニティの本当の原理だと思うんですけども、そういうものがもう当たり前に生きている。で、そういうことを僕自身が学ぶことが一つ。 それから、そういうコミュニティだとか、いろんな形があるわけですから、そういう中で、新しい暮らし方。で今まで、そういうコミュニティって言っても、島は貧しかったんで、いろんな換金作物、サトウキビやじゃがいも、そういうものは作るんだけど、全部それ島の外に出して、でお金が入ってくるっていう農業って言っても、そんな農業しかしていない。 でその結果何が起こったかって言ったら食料自給率が10%台なんですね。へぇ、えー、あんなに自然豊かなところで。うん、エネルギーの持続率は6%しかない。<ー>で結局お金が全部ジャブジャブ外に流れていってる。うん、でそうじゃなくってやっぱり島の中でいろんなものがぐるぐる回ってお金がお金がぐる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 回って人の笑顔がぐるぐる回るようなそういう社会システムというのを作りたい。 だから、島であれば、そういう44分の30があるんで、それができやすいだろう。その2つの思いで、あの、島に移住をしました、はあ。理想社会が作れそうだなと思ったんですね。まあ、理想っていうか、理想かどうかわかんないんですけども、うん、未来の子に手渡せる、最低限の暮らし方の形。はあ、で、その暮らし方の形を集めた社会。まあ、ローカルが豊かになる教科書と僕は読んでますけども、そういうものができると今でも信じてます。はい ただああいう島の暮らしってねなかなか道足りないものもいっぱいあるから、うん、若い子はみんな外に出ちゃうんだっていうのは聞きますよね。うん、で人がどんどん減っていくそれが現実だと聞いてるんですけれど、うん、沖の選ぶ島はそそうじゃなないってことでですす。か通りんただ大きく違うのはその特殊合計だから2を越してるっていことは未来に夢がないと子供は産みませんから未来に夢はあるんだろう。 ところがみんな仕事がないと思ってる。それから若い子は島から出てみたい。ということで本当に島から出ていきます。どんどん。うん、だけども、この間アンケート取ったんですけども、高校生の75%は島に戻りたいって言ってるんです。であれば、彼ら、彼女が島に戻った時に、こんな今までになかった面白い仕事がいっぱいあるよ、みたいな社会を早く作っておきたい。 と思ってます今はないわけです、ね、今はないですねそういうさっき言ったエネルギーが循環してほしいから野菜が循環をしてほしいその循環をするって言ったら必ず新しいビジネスがどんどん見えてるんですけども今はそれがないんでそこをちょっとえ新しいおしゃれなイノベーションをやっておきたいなと思ってます社会のリノベーションですね,ですねはい。あの今までの考え方で言うとじゃあこの島を発展させようって言うと企業を誘致してきて仕事を作ってお金が そこに落とすようなシステムを作って、うん、豊かになったから若者おいでっていうようなことは考えられましたけど、うん、それとは違うようです、ね、僕はそうではないと思います結局それすると借り物になっちゃうんででこの島の沖縄ラブ島の場合はやっぱりものすごい濃い日本の文化ってのは残ってるんで、うん、そうじゃない新しい形というのがきっとできるだろうと で、それをいろんなところが模範にしてくれるようなものができるんではないかと思ってますけどね。うん、まだまだですけど。一番惹かれた沖縄良島のその44のうちの代表的なものっていうのはどういうところですかやっぱり人と自然ですね。人と自然。うん。なんていうかな、おじいやおばあんの笑顔。うん、うん。もうキャッキャッ子供のように橋が転んでも笑うみたいな。そんなすごく純真さと、それからいつも遠くから見てて、ひょいと助けてくれる。うん、うん。そういう、 まあ子供でありお母さんであるみたいなそれは同居しているような人たちが山ほどいるんですよ。<ー>うん、いいですねあったかい感じですね。うん、だから僕はあのいつも大学出たのかって叱られるんですよね島の人にいろんなことをやろうとすると例えばその台風が来て木が倒れた。 で、片付けるときに、まあみんなの手伝いするわけです。そっち持てって言って持っても、びくともしない。<laughs> すかさず、お前大学出たのかって <laughs>、いつも言われる。<laughs> そうやってからかわれるんですけども、はい、まあ確かに、僕が島で暮らすのに役立つ知識はほとんど行ったきにはなかった。うん,うん。で、そういう意味ではもう、毎日、いろんな勉強させていただいてて、学ぶこと大ですね。はい。うん、でも、学ぶために行っただけじゃないわけですよね。もちろんです。まあ僕が持ってる知識、 っていうのを、まあ持続可能な社会を作るためのいろんな考え方っていうのを知ってもらわなきゃいけないんで、毎月毎月その講演会をやり出した。うん、それがまず最初ですね。で、それを水安塾と言って、僕は野豪が水安って言うんですけども、訓読みで読むと良い彫りなんですけども、で、水安塾っていう名前で塾をやって、まあ移住して6年ですけども、最初の3年ぐらいまでは本当におじいやおばが来てくださるぐらい、 だったんですけども、まあ、3年経ったぐらいから若い人たちがどんどん入ってくださるようになって 2>,、うん、2年ぐらい前に事務局ができるぐらい、うん、でそういう水安塾を通して一つはそのこの島の新しい可能性未来の子供たちへ渡せるバトンっていうのができるんだよっていう理論的なことそれをどん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 毎月お話をしていく。一一方では水安塾ののの事務局とと人たちと一緒にに毎月のように この島を豊かにするために何が考えられるかっていう社会実装の具体的な柱、うん、まあ柱が2本あって1つはいろんなものを持続しようよとエネルギーも教育も食もお金も、うん、そのために何するかっていう柱だからもう1つは島の人に島の自慢をしてもらうしないんですよやっぱり昔の,方、ね、昔の方が良かったって言うんですよあそうなんですか、うん 必ず今僕がこう島に行って、ほんとすごいね、海は透明で、ウミガメが当たり前のようにいてっていう話をすると、先生、それは違うと。昔はこんなもんじゃなかったと。海藻がいっぱいで、リフの外に出るのに足が絡みついて大変だ。1時間にサザエが400個取れたと。えー、今はダメだ、今はダメだって言うんですよ。そうですか。でもその人たちが島自慢をしてくれたら、もっとリピーターは増えるし、うん、あの、島に住みたいっていう方も増えてくれるだろう。うん、でもちょっと今、大人を諦めて、 子たたちに島自慢ををするためののトレーニングっっててていううやろうよっていう話をしてます。うん、で、こういう2本の柱で今やれることからやっていこうという格好で、まあ、なかなか進んでないですけども学びの部分では2017年にあのちゃんと国から認められた大学4年生の大学大学院も作りましたけども。え沖縄選ぶ島に大学できたんですか沖 できたっていうは先生が作ったってこと？はい、作ったっていうかまあいろんな人の協力を得て、あの通信教育とそれから対面教育で島のリーダーになってもらえるような人を育てるための大学っていうのを作りました。なかなか沖縄でね島に大学ってないですよね、うん。そうですね。今までも高校まであったんですけども大学がなかった。ただ潜在的には島の人たちってまあ。 島にいる限りあの平均世帯年収が180万ぐらいなんですけども島にいる限り毎晩酒飲んであの大騒ぎしてもそれで十分なんですが、うん、子供を一旦外に出そうと思うとあの夫婦で一生懸命働いてもまあ一人ぐらいしか大学やれないまあそういう状態なんで潜在的に教育に憧れてる人ってのは結構あるんでまあこれから焦らず島のその人たちの、うん、まあ大人の人たちの あのー、リカレント教育も含めた、うん、あのー、教育ってのやっていきたいなと思ってます。うん、でも今学生が20人弱いまして、ええ、から大学院が今年の3月に第1号が終了しましたんで、えー、卒業生が出ましたんで、うんでうん、まあそういうのもちょっとずつ嬉しいなと思ってます。と先生まだ住んで6年でしょ？6年ですね。はい、で大学作って大学院も作っちゃったんですか。大学院作っちゃいました。早いですね。ね<ー>いろんなことされてるんですね。まあ。 あのまあ、うまくいくのはさてひょいひょとうまくいくんですよね。も、ま、行、あ、かないのはちっともうまくいきませんけどね。<laughs> だけど、あの島の人からすればね。うん、よそ者が来て、なんか変なことやってるなっていうふうに思われませんか？うん、きっと思われてるでしょ。でも述べていくと4。5の時からですから。今23年間通い始めて、あ,<ー>あの移住して6年ですけども。はい、まあ変な人がうろ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 島ぐるぐる回ってるなっていうのを。 20年近く続けてますんでまあ変な人がまた変なことをしたっていうのも、うん、突でではなないいのかもしれないですね <laughs> あと <laughs> 自分たちの島のことを考えて、うん、いいところだって言ってくれるっていうのともっとよくしようって言ってくれるのは分かってるんでしょうね。うん、とは思いますけどね。ねうん、でその暮らしなんですけれど、うん、かなりその理想の家ということで私の家ですか環境にも優しい、うん、エコハウスだって聞いてるんですけど。うん どういう暮らしを自分でもしようと思ってそこに家を作ったんですかいやいやあの、釣の住みを作る気もないし、そういう気もなかったんで、家作ったのはもう2004年なんですね。あ、そうなんですかもうずっと前に作って、うんえー、会社辞めた頃ですね、辞めて大学に行ったのが2004年ですけど、ちょうどそのタイミングで、まあ、たまたま夕日が見える場所を島の人たちが作ってくれたんですよ。作ってくれたってどういうことですか、えーあの すり鉢状になってるジャングルがあって、まあ僕は夕日が好きなんで、島のあちっち夕日を追っかけてるっていうのはみんな知ってたんですけども、で、ある日みんなが、ここが夕日が綺麗なんだって、こうすり鉢状になったジャングル連れて行ってもらって、で、ここが夕日が綺麗なんだって言いながらジャングルの中に入ったら、外も見えない。太陽も見えないのに何が夕日が綺麗なんだって言って冗談だと思ったんです。うん、そしたらそれから半年ぐらい経ってもう一回行った時に、空港に着くと、 そのままその場所に連れて行かれてそのすり鉢が半分ぐらい埋められてるんですよ。<ー>ほんでテント張って、うん、なんかみんながバーベの準備してて、えー、でちょうど夕日が落ちてくる頃でもう本当に綺麗だった。えー、で結局そのジャングルをすり鉢ちょっと埋めてもらったのが結局うちの土地になっちゃった。<ー>うん、やっぱ最高のととととこここだとえていい、うん、いいでででですすね確かにろそ流れとして なんとなく結局そのジャングルを買うことになっちゃったんですけどもねそうなりますよね、うん、そうなっちゃう、うん、勝手に埋めたんだけどカイラが <laughs> <laughs> 進めてくれたんですねで、うん、それでまあその場所はみんなが使ってくれればいいですよ公共の場所にでも使ってくださいっていうつもりだったんだけどもえー、っと町の中心から5キロ離れてるだけなんですけども島の人にとっちゃ随分あっこ田舎らしいんですね <laughs> そうなんですか、うん 車でものの10分かからないんですけども、田舎で、そんなところで先生、公共の場って言っても誰も来ないよっていう話で、まあ、どうするべっていう話をしてるときに、まあ、私のパートナーと一緒に、じゃあまあ、毎年何回も来るんだから、泊まれる場所でも作ろうかっていう話になって、島のあちこちの住まい方をこう見に回った。そうすると、あそこは琉球文化なんで、昔のうちは、 その琉球のような佇まいで家の周りにサンゴの石垣があって木造の家が立ってるでそれは涼しいんだけども日当たりがすごく悪いくらい、うん、から一方では明るいうちは大和の高気密型の住宅を建ててる両極端なんですね。<ー>で両方の良さをせっかく私も暮らしに関わるような仕事をやってるんで、はい、両方の良さ明るくって日が出るんだけども涼しい。うん そんなうちを設計してみようかと思って、まあ、いろんなことを工夫をした、まあ、その結果ちょうどその頃研究してた土の床まあ日本でいう土の蔵の土蔵ですねそれと同じような性能が出る土の床をちょうど開発した頃なんでんそいつを使ってまあ温度湿度が安定する家エアコンなしの家エアコンなしで暑い時期でしょ暑い時期でもうんでそういうエアコンなしで光も入ってくる。 まあそんなうちができないかなで窓を開けると風がこう抜けていってその風が自分の思うようにどの部屋にも回ってくるような、まあ、自然と住まいの境界がないようなうちというのをなんとなくイメージして設計してでプロの設計士さんにそれを具体的な形にしていただいたでもまあ今も毎年のようにいろんな改造してるんで、まあ、電気もほとんど買わないですし。 あそうな型の家なんです、ね、そうですすねね型の家結局自分で作って作りながら使うんで十分いけるなっていうのも分かってきたんでいろんな実験していく上で<ー>、まあ、どうしてもその1週間ぐらい台風が来て泊まる時には帰りますけどもそれ以外はほとんどなしで暮らせるような、うん、まあそんなうちにだんだんと今なりかかってます。 今、そういううちに住んでみたいなって人は結構増えてきてると思うんです。多いですね。見学の方が。あ、そうですか。えー、可能なんですか。かそういうの。ももちろん、もちろんできます。床が土とおっしゃいましたよね土。はい。泥んこですか。泥んこじゃないです。あの、まあ、皆さんご存知のは、叩き。うん、三和だと書いて、叩きって言いますね。それをもう少し高度にしたもんですね。要するに、土をタイルを作るように圧力をかけて固めて、うん、で、焼かないで蒸すんですね。うん でそうすると土の構造を残したままその土をうするともう水がかかってもドロドロになるようなことはなくってですごくもう夏暑い時も冬寒い時も触った時には冬ちょっとヒヤッとするけどもコンクリートみたいにどんどん熱が奪われるようなことではない。 とあの土っていうのは温度調節をしてくれるってことですか？湿度が一番ですね。湿度。ええ、だからあ,<ー>あの島の梅雨時ってほとんど100%の湿度になることはあるんですけども、えー、窓をバンバンと閉めると一気に60%ぐらいまでにパンと下がってくれる。でコントロールしてくれる。へえ<ー>。でその能力がすごく高いですね。すごいやっぱり気持ちよく暮らせるんで。ですね。床の土や水分を吸収するんですか。そうです。湿度を取ってくれる。 で乾くくと今度出してくれる、まあ、人間が快適だと感じる人って4070%から70なんですけども土って人工的に何もしなくってももともと4070に調整できるような小さな穴が開いてるんですよ。も調整範囲がもう見事に自然とないうのは上手でもう土をとにかく固めるだけで4070から70に自動的に制御してくれる。 そうなんですか。うん、あのなレンガみたいに焼いちゃったらダメなんです。焼いたら石になっちゃって、うん、それはただの,のセラミックスになってしまいます。違う土がいいんですか。違うんです。あと電気よくも買わないとおっしゃいましたね。ええー、まあ今は太陽光で作った電気を、うん、まあいらなくなった電気自動車の電池に貯めて使うっていう実験を今ちょうど始めたところですね。え、は、え、い。で足りてるんですか。 足りてます。まあ、エアコンもないっていうのはあるでしょうけども、<ー>うん、完全に余っちゃいますね。ちょっと余ったものは売れるんですか。余ったものは捨ててます。捨ててる。もったいないです、ねうんで。もったいないですが、だから昼間、うん、まあ、太陽が照ってる時に、電池から溢れ出して。満タンになって、余って、流れ出,出るんで、で、それを全部捨てることになるんで、うん、まあ、うちの電気自動車に。 あの小さな本当に小さな一人乗りの電気自動車に入れたり、まあそういう時に洗濯機回すかとか、なるほどうん、いろんなライフスタイルそのものをちょっとずつシフトをかけていくっていうような実験をしてます。うん、それはあの大学の時にまあ教授として研究してらした、はい、その経済と環境との両立でしたっけ、はい、それに。 実践編として検証してるってことですかそれ検証して、例えば、あの、ハウスメーカーなんかがおっしゃってる、これだけの電気を、電池の容量があると足りますよみたいな話とは、はい、現実的に暮らしてみると全く違う世界。そんなに大きな電池は必要ないよとか、そ,かそんなことがどんどんわかってるし、うん、それから電池を貯めるシステムそのものも、 まあ、いろんなメーカーさんがお作りになってるのは環境のことあんまり考えてないな経済のことしか考えてないなというようなこともどんどん分かってくるしそうなんですかそうです、ねうん、結局無駄なものがいっぱいついてますよねみたいな要するに経済的に価値を出すために無駄なことがいっぱいついてて、うん、環境のことエネルギーということをベースに考えるとこんなものはいらないこんなものはいらないこういうふうにした方がいいっていうことがいっぱいあるんで、うんまあ、それを、まあ、23年使ったところで。 なんかフィードバックできればなと思ってます。そうなんですか。うん、ただあの例えば水質したりとかお風呂に入るとか、うん、ガスとかは使うんですか。ガスは使ってますね。まだね。ね今あの町の中の皆さんの実証実験でいろんなあの食品残さを発酵させて。 メタンガスと液肥を取って液肥は畑にっていうシステムを僕も南三陸でも動かし始めてるんでそうですか、うん、そういうシステムを使って逆に今度はクリーンセンターっていうのをなくするみたいなことをあの実験的に来年からやっていこうと思ってますクリーンセンターって今もう何でもそこにゴミを集めて重油を使ってバンバン燃やす、はい でもご存知のように食品残渣って水分量が90%以上あってもう水をとにかく飛ばすためにエネルギー使ってるようなもんでも食品残渣発酵させるだけで本当にエネルギーはメタンでエネルギー取れるし残渣の,の残りは液肥になっちゃうんでそんなものをやることでクリーンセンターの負荷をどんどん下げちゃえうん、そんなことを具体的にやってみようと思ってるんです。いいですねゴミとととして捨てててて捨られて厄介だっっったものを有効にかかすってことが、うん、すここでできる ででそういうのは理論的だった研究が実践としてどうだと見せられるってことですかでそこにライフスタイルを今度入れていく。はい、要するに今までゴミって目の前からなくなると良かったな。そうじゃなくてゴミを自分でその発酵する場所に持って行って入れる。はい、自分がエネルギーを作る。なるほど、うん。一人ずつ持ってきてください。はい、バケツ一個なんですけども今日のうちのゴミバサッと入れる。はい、ただその行為だけでそこからガスが出て こう、エネルギーが出てくるっていう喜びってすごい大きいんですよ。確かにね。うん、それ,れがエネルギーになると思うだけで幸せですよね。うん、それ東日本大震災の後、南三陸で500世帯ぐらいで実験をやったことがあるんですけども、たった10日間で、その、まあ、きちっと分けなきゃいけないんですけども、その分離の率が99%までいくんです。使うと思えばね。そう。分別しますもの、うん。で、その結果出てくるガス。これで、 お湯沸かすだけで、みんな大喜びで、えかります俺たちが作ったエネルギーでお湯が沸いたっていう。で、それが今大きくなって、南三陸の町で、1万3000人、1万2000人だったかな、の町で動き始めてるんですけども、もう普通の人ですよ、家族で、俺らたちが出したゴミで、ここでエネルギーができてるんだって子供たちに、お父さんお母さんが一生懸命説明してる。もうそういうのを見るだけで、やっぱり、 なんて言いますかね、要するに自分たちがいろんなものの循環の中にいるっていうことをちゃんと自覚するっていうことが暮らしにとってものすごく大事だな、うん、でそれを皆さんが望んでるんだなっていうことはもうよく分かりました。 そそうでですす。よね。うん、それができるなならみんなやりたいいと思います、うん、技術ってちょっと分離して偉い方がやってくれて使わせていただくっていう感じがあるんですけど目のの前ででそれが見えるっていうのは大事ですね。依存型の暮らしだとそうなっちゃうんですけども、うん、自立型の暮らしに持っていくと自分も参加するっていう暮らしになると思います。 しかも環境に優しいってことでしょう。環境を壊さないってことでしょう。もちろんです。もちろん今一番問題になってるのは、何気なくやってることが。どんどん環境を破壊してるっていうことですよね。そ,ねうん、それが。ちょっとしたことで、環境を破壊しないでも。快適に暮らせる。うん、っていうふうになるんですか。そうですね。あの、基本的に。今、なぜ環境問題が起こっているかっていうと、人間の暮らしと自然の循環というのが別々になってる。 ここが一番大きいんですよね、うんうん、だから自然のブチブチ切っちゃって人間に必要なものだけこっち引っ張り出してきてで必要でないものはボーンと自然の中に掘り出してそれが今度ゴミになっちゃう。でそこで加工されてるんでプラスチックみたいに自然界にないものの形でまた戻るんだからどうしようもなくなってしまう。で今おっしゃったことはまさにその通りで僕たち自身が自然に生かされてて自然を生かしていくんだ。 という自然の循環の中にちょっとずつでも入り込んでいくということがすごく大事なんでしょう。で自然界の中にゴミっていうのは存在しないわけですよね。自然界にゴミって一切存在しない。循環してるんですよね。だから僕たちもそれをこれからはゴミって言わないで未利用資源と言おう。もうゴミっていう言葉はあの存在しませんよ。全てが未利用の資源なんですよ。それをどういうふうに利用するか。それを自然と一緒にお話をしながら未利用を どうやって利用するかっていうことを決めていこうよ自分たちで決めるんじゃなくて自然とお話ししながら決めていこうまあそんなことを今みんなに言ってるところです沖の選ぶ島での授業っていうのはそういうことを言ってる、ね、そういうことです、はい、そう納得してくれますか頭では頭では総,論総論では賛成です実際やるか別にそ,うそれを格論にどうやって落とすかっていうのはまたもう一個技がいるんで それはなかなかか難しいところもありますねまあ人間ね、うん、今までの習慣はなかなか <laughs> な捨てられないとこはあるかもしれませんけどねでも壮大な実験です、ね、そうねそう壮大ですかねでもどうしてもやらなきゃいけないし未来の子供たちのためにバトンを渡すには、うん、そのバトン作りっていうのはまさにそういうことだと思いますし、うん、からそれができるのは1万3,000人って非常に小さなでもパッケージとして あの、総合病院もある、発電所もあるっていう一つの島というコミュニティ。だからそこでちゃんとそういうものがどういうステップでできて、どういう結果になったのかっていうのが見えてくると、それはまさにローカルを豊かにする教科書なんで、沖縄選ぶだけで完結するんではなくって、その教科書が日本のいろんな過疎だという2040年に消滅するかもしれないっていうところで使えるものになるはずですし、最終的には南太平洋の島しょ国との連携を 今のうちの大学と取って、その教科書をそこの中で使っていただくようなことも今考えています。国内だけじゃないんですね。えー、南太平洋の島諸国は今同じような状態ですね。海面が上がって、うん、から自然がどんどん破壊をされていって、ゴミの問題がどんどん増えていって、もうまさに我々が経験していると同じことが世界中の多くのところで起こってるんで、まあそこが豊かになるためにはどういうステップを取ればいいのかっていう実践用の教科書を早く作って、 うん、ぜひ連携したいいと思ってます、はい、そこで理想的な人間の暮らし方がね示されたら、うん、大きな街にもも影響を与えられますよねもちろんそうですよね、まあ、そもそもあのこんなこと言ったら失礼ですけどもあらゆる政策なんかみんな東京目線っていうか東京から地方に降りてくるっていう格好なんですけども僕はそれ全くおかしいと思っててローカルが豊かでないと東京なんか暮らしていけない。うん 東京の食料自給率なんかもうとっくに1%切ってるわけですね。東京を殺すに刃物はいらないと。本、う、当、ん、食料を運搬する道路と電線切ったらもう冷上がっちゃうわけですよ。はい、だからローカルが豊かにならなきゃいけないのに2040年半分になるぞ消滅するよって煽るだけでそれに対するいろんな政策ってほとんどないんですね。 だからこそ、ローカルが豊かになるための教科書っていうのは、ぜひとも必要で、ローカルが豊かになれば、東京も豊かになる。まあ、そういうふうな概念で、これから進むべきだと僕は思ってます。確かに、そりゃそうですね。うん、あの、自然循環型。